はい、皆さんこんにちは。今日はですね、ソニー α6600 APS-C カメラの開封レビューをしてみたいと思います。はい、今この撮影に使っているカメラが α5100 なんですけど、新調して6000番台の最新鋭のやつにしました。なので、まあその違いとかを、レビューしていければと思います。で、思ったのが軽いですね。5000シリーズとね、箱の大きさもほとんど変わんないです。ほぼ同じ。今回買ったのはボディのみなんですけど、はい、まあレンズもあるので、これを使ってこっちで使っていこうと思います。で、早速ながらもう上げていきます。こんな感じです。でっかくこのアルファっていうストラップがね、見えますね。おお、いいですね。充電用、転送用の USB ケーブル、あと、まあ、USB のコンセント、ファインダーのキャップ、あとバッテリー、そして本体、これです。いいですね。で、まあ5000と比べるとやっぱりボタンもね、増えてたりして、あとここのダイヤル、これもね、いいところですよね。まあ1個は撮影モードのダイヤルと、もう1個はここで F 値とかシャッタースピードを変えられると思うんで、あとここにストロボとかつける用のシューがついてます。これはね、5000シリーズにはなかったんで、これ嬉しいですね。外付けのストロボがつけれます。カメラ本体は、まあ、こんな感じで、でストラップなんですけど、これ5000シリーズにはなかったんですけど、ストラップが結構幅が広くて、ちゃんとしたストラップなんですよ。5000のやつね、この細いストラップだったんですよ。特にアルファとかも書いてなくて、これはちょっといいですね。このアルファっていう字がね。あとは大きな違いとして、バッテリーがすごい大きくなりました。Z バッテリー100って書いてあるんですけど、でこれが5000シリーズで使っていたバッテリー、全然大きさ違いますよね。この倍ぐらいはあります、幅も。これでね、撮影時間が飛躍的に伸びてます。で、早速ながら、じゃあレンズをつけましょうか。これ5000で使っていた1650 のズームレンズ、時刻を設定してくださいって出ましたね。管理ファイル準備中。はい、この辺の画面のやり方は、まあ、5000とそんな変わってないです。そんなというか、まあ、ちょっと項目が増えてるだけで、基本的なところは変わりません。で、あと何といってもこれ手ブレ補正がね、本体の中についてるんで、これが魅力的だなと思います。早速一発目のシャッター切ってみます。あ、やっぱちょっとシャッター音違いますね。一応こんな感じです。で、ちょっとこれから、カメラ取り替えて6000の方で、6600の方でこの撮影をやりたいと思います。はい、今全く同じ設定で6000の方で動画撮ってます。そんな変わんない気はするんですけど、特に違いはないかな。ちょっとあともうちょっと撮ってみないと何とも言えないですね。はい。はい。
α6600 を使い始めて1週間経ちました。なので、実際使ってみてどうなのかってところを、レビューしてきます。で、早速なんですけど、このグリップ感、これねすごい手にフィットします。あのバッテリーが大きいっていうのもあって、すごいこう手にフィットしますね。あの5000とか6400、6500だとバッテリーが人サイズちっちゃいんで、ちょっとここがね浅かったんですよね。最初はちょっとねごついなと思うんですけど、もう使ってれば慣れてきます。はい、あと電池のね持ちがね、ものすごくいいんですよ。従来比で今までの5100、6400、5500と比べて2倍持つようになったんで、これは結構大きいですね。はい。でそれからもう一つ、カスタムボタンがね多いんですよ。これ4つカスタム、C1、C2、C3、C4 ってボタンがあって、これを好きなね撮影設定に切り替えることができてね、まあ、この辺は5000でもある程度ここにある再生ボタンとか、ゴミ箱ボタンとかを、違うものに割り当てることができるんですけど、ここにこれは結構ね便利ですね。この上の面にあるのがここにシャッターがあるんで、でシャッターのすぐ後ろ側にカスタムボタンがあって、これで好きな、ものに登録して呼び出せるっていうのはでかいですね。はい。手ブレ補正なんですけど、動画撮影してきたやつがあるんで、それを見てもらえれば、どんな感じかっていうのは分かるかと思います。一応5000で撮ったやつと6600で撮ったものを、今流してます。はい。やっぱ全然違いますね。まあこれも動画寄りの内容になるんですけど、6600で撮ってると全然ね音の音声の拾い方が違いました。で、仕様書を見る限り5100も6600も、LPCM の2チャンネルなんですけど、スピーカーがついてる場所が違うからなのか、マイクの感度が上がったのか、音が全然違うんですよね。今ここで話してる声、まあちょっと変えてみましょうか。6600に変えます。音がね全然違いますよね。なんだろう、音がすごいクリアーっていうのかな、迫力あるというか、音量が上がったような感じなんですよ。ちょっとこれね不思議な感じですね。こうやって自宅でね YouTube 撮影してる時に結構でかい違いが出てくると思います。今後は6600を動画撮影として使っていくんで、これはなかなかいいと思いますね。はい。まあでかいところとしてやっぱグリップ、あと電池、これが5000シリーズで使っている電池ですね。ちょっとちっちゃい電池、あとカスタムボタンが6000シリーズになって増えた、このねグリップ、電池、カスタムボタンが今のところでかいかなと思います。あと手ブレ補正は写真でも聞いてるとは思うんですけど、ちょっとその辺はまだ詳しく実証できてないんで、まあ追って報告していきます。動画寄りにより考えるんであれば音声がね変わったのがでかいところでした。はい。まあちょっとこんな感じで、まだ買って1週間なんで、ちょっとまだまだ新しい機能とか使いやすさは発見できるかなと思うんで、ひとまずこんな感じで、6600の開封からレビュー、あと5000シリーズとの違い、以上でこんな感じになります。ご視聴ありがとうございました。